お世話になります。ひとりでございます。7月20日の月曜日の8時59分までというすごく短い期間ですが、期間限定レードがまた始まりました。今回のテーマは水タイプ系のポケモンで、キングラー、マンタイン、サメ肌、ホエルオ、ブルンゲル、ナマコブシが出現しております。でこれはまだ検証していないんですが、ホエルオが色違いで出るらしいので、今回はねそれを検証していきたいなと思います。今回重要なのは色違いだけじゃなく、サメ肌とかの鎧のことで復活したポケモンとかも入ってますから、なかなかいいレイドではあるんじゃないでしょうか。あとは報酬ですね。まあ多分変わらないでしょうけどね。まあとりあえずやっていきましょう。まずやり方としては、いつも通り不思議な贈り物からですね、ワイルドエリアニュースを受け取るをやりましょう。はい、これで OK ですね。出る場所はね、いつも通りどこの場所でも出るんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。一発で来いよ、頼むよ。お、来ましたね。いきなり来ましたよ。多分これイベントレイドですね。じゃあ早速行っちゃいましょうか。これ一発で来たら奇跡だぞ。あー、ちげえか、さすがにちげえか。まあそれはしょうがないっすね。余裕ですね。めっちゃ簡単に倒せました。ちょっとこれ別ロムなんでね、いいボール持ってないんですけど、ハイパーボールでいきましょう。オッケー、ハイパーボールなのに一応捕まえれましたね。はい、内容はと言います。あ、鎧鉱石出てんじゃん。普通に星3で1個出てますからね。これなかなか今回いいんじゃないですか。まあ他のアイテム正直言っていらないですからね。鎧鉱石以外のアイテムってそんなにいいやつ元々ないですから、これはまあ普通にいい今回レイドだと思いますね。はい、じゃあホエルを見ていきましょう。レベル40のメスでございまして、特性鈍感ですね。まあこれは夢特性ではないですね。ただ夢特性は普通に出てくると思います。で塩水のしかかり飛び跳ねる雄たけび、まあ普通の技ですかね、一般的な。で能天気な性格でございますと。特に何も言うことないですね。とりあえず報酬の感じもなんとなく分かったんで、まあ5つ星以外はホエルをね色違い目指してやっていきたいと思います。お、紫来たぞ。あーちげーか、あーちげーか、あーあーちげーか。お、またホエルを来ましたね。一応もう一回行きましょうか。これで、うわー、また色違いではないですね。あ、これプレッシャーですね。これは夢特性ですね。あー、もう色違いじゃなかったら別にいいかな、やんなくて。リセットしましょう。ここはじゃあここイベントレイドの巣穴ですので、ここでみんなで挑戦やって別のポケモン出していきましょうか。ホームボタンで設定からやるやつでね。これで5つ星のやつが出るか、それかホエルが出るか、色違いのやつが出るまでにやっていきたいと思います。はい、これ一応5つ星のねポケモン出たので、これでね報酬どうなのかも一応見ていきたいと思います。まあいらないんだけどね、このポケモン。うわ、勝て、めちゃめちゃ勝て。5つバリアがありますね。すげえ、ルチャブルが雷パンチやってくれることなんて今までなかったのに。はい、余裕で倒せましたね。うわー、ダメだったね。うわー、これ残念。まあしょうがないか。あ、やっぱ鎧鉱石ちゃんと2個手に入りますね。今回はまあいいか、普通に5つ星のやつで鎧鉱石2個ということで、他は別に。でも経験は XL もうちょっとちょうだいよって思うように思いますけどね。まあまあまあ悪くはないでしょうっていう感じですね。もう5つ星のポケモンを倒して、特にね欲しいやつって多分皆さん他にいないと思うんですよ。まあ強いて言えばサメ肌の夢特性のやつぐらいですかね。ですのでここからは色違い、ちゃんとね色違いだけちょっと目指してやっていこうかなと思います。いきましょう。はい、お、紫来たぞ、来いよ。あー来ねえか。ここ見てみよっか。お、あーでもダメか。ここは、あ、生拳来ましたね。これも別に特に欲しくはないんで、まあ普通にホエルを目指していきましょう。みんなで挑戦で出していきましょう。はい、来ましたね、ホエルを。まあ来たらここでレポート書いときましょうか。それ望みましょう。ダメっすね、リセットしましょう。もし5つ星ホエルを来ましたね。これ行きましょうか。うわーダメだね。14つ星来ましたね。あー来ねえか。3つ星行きましょう。5つ星来ましたね。いやダメか。よし、5つ星来ましたね。いやダメか。4つ星来ましたけど、いやー4つ星くんですね。無理か。すぐ来ましたね。ガセじゃないの。よし、3つ星ですね。いやダメか。4つ星無理。よし、5つ星期待させるだけやめてくれ。よし、また5つ星だ。いやこれ嘘だろ。お、レンチャンできたから、これワンチャンいけるぞ。クソが。よし来た。あの奥にいるホエローが色違いだったらいいんだけどね。普通なんだよな。よし、4つ星来ましたね。おい、マジかよ、来ねえじゃん。そろそろ来いよ、頼むよ、頼むよ。いやマジか、全然来ねえな。でちょっとツイッターとかで調べてみたところ、どうやら色違いは星5でしか出ないみたいな情報もあったので、ここからはちょっと5だけに絞ってね引き続きやっていきたいと思います。さすがにこんな出ないのちょっとひどいけどね。まあいいですよ、とりあえずやっていきましょう。早速出てきましたね。やっぱダメだな。お、また来ましたね。いやー厳しいか。よし、ようやく来た。結構きついね。いやマジ来ねえな。よし、おい、よっしゃ。お、来た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 、ようやく来た。よっしゃよっしゃ、マジかよ。もうなんでか、おい、どんだけ時間かかってんだよマジ。おい、マジかよ、ひでえよこれ。マジ何時間かかったと思ってんのこれ。4時間かかったわ。ふざけんなよ。
これで確率上がってんのかよ。いやーこれちょっとひどいわ。あでも星5だけしか出ないとしたら割と確率高いかな。 2,30 体ぐらいしか多分やってないと思いますから。まあでもこれでも普通の色違いよりは全然出やすいですからね多分。いや普通に強いんだけど、待って普通にやられるんだけど。うわ波乗り、やべえ、死ぬ。ゼラオラ死ぬわ。あぶね、超ギリギリすげえ強かったな。まあ今これレポートはしないんでマスターボールでやっちゃいましょう。おしよかった、とりあえずね、よかったわ。お、アイテムはまあまあでも鎧鉱石2個ありますからね、まあいいんじゃないでしょうか。でも KK アーム XL1 個しかないのでね、もうちょっと多くてもいいんじゃねって思うんですけど、まあいいでしょう。はい、そんな感じでゲットさせていただきました。これ別ロムなんでちょっと個体値見れないですけど、中見ていきますと色違いのホエールをレベル60のオスでございます。特性水のベールなんで、まあ夢特性ではないですね。まあでもまあいいでしょう、それ関係ないっすよね。熱湯の仕掛かり、飛び跳ねる、度忘れでございます。まあこれはまあそんな、うん、まあ技はいいよ。でワンパクな性格でございますと。いやー色違いね、あんま私持ってないんで、今回捕まれてよかったです。明らかにコイキングより色違いの確率としては低いんじゃないかなと思います。まあ普通よりはね確実に出るんで、まあ、欲しい方はねやってみるといいかと思います。多分ネット上にあった通り星5でしか出ないっぽい気がしますね。まあこれは確認してないんでわかんないですけど、一応その情報はあってそうですね。で私は赤の柱でやりましたので、紫じゃなくても全然出るという感じでございます。ということで今回は水タイプの海に出現するようなポケモンがねイベントレードで出現するということでご紹介させていただきました。ただこれは7月17日から7月20日月曜日の8時59分までの期間限定、超短いですので、なんでこういういいやつに限って短いんだっていう話なんですけど、まあいいやつというほど良くないか、まあそんな感じなんで、そこだけはねご注意した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、今回ねホエルを捕まえれますが、改めて言うとそんな確率はねめっちゃ高いってわけではないんで、期待しすぎてイラつきまくってホエルを使わないように気をつけてくださいね。